呂布、長領らの活躍により董卓は洛陽を脱し長安に入った。この時五老間で戦った海優は呂布たちの援護で無事退却する。続く董卓の戦王、天下は疲弊し官室の権威は失墜の一途をたどる。これを打開すべく官室の重臣たる司徒王胤は一計を講じた。まず自らの養女長扇を董卓のそばに仕えさせる。その一方で長扇を呂布に近づけさせ董卓を斬るよう仕向ける。連環の計、王位の毒をもって暴虐の毒を制す秘策。長扇は義父の恩に報いるべく言葉巧みに呂布をたぶらかす。果たして呂布は長扇を信じると董卓暗殺のため武器を取った。野心、大義、豪恩、情念が渦を巻いて長安を震わせる。呂布の刃は、長扇の思いは、暴虐の王董卓を倒せるか。呂布戦の分、誰にも止められはせん。とで長安に入る手はずは整っています。宝仙様、まずはお父様と合流しましょう。朝鮮が裏切っただと、まとめて八つ裂きにしてくれるわ。雑魚に用はない。死にたくなければ道を開けろ。呂布になんて勝てるわけねえ。お父様、ご無事ですか。お約束通り呂布将軍をお連れしました。よくぞ。わしは大事ない。さあ共に董卓を討とうぞ。董卓は脱出を目論む。まず西の端を塞ぎ奴の逃げ道を断つのだ。素晴らしいご活躍。何人も寄せつけぬ武勇。この俺が相手だ。ここは引く。敵将討ち取ったぞ。されておる。うまく従えれば役に立つやもな。この俺が相手だ。消えろ。橋まであとわずか。何としても董卓の戦後に終止符を打たねば。貴公らとは刃を交えたくはなかったが、最強の御名乱世の常、いざ
覚悟目覚めよ。この寄せ付けの効果、さすが宝星様です。さすがは緑殿、無双の分感服つかまつった。緑殿、どうかご同行をお許し願いたい。我が部のあるべき姿を探すために。フッ、リーダー、破れました。何、長領もあるのか。誰か早くやったろう。やっさきにせんか。今ではここで東北の逃げる気を塞ぐ。緑将軍と朝鮮は東から奴を追い立てる。アホども、いつまで手を焼いておるのだ。早く裏切り者どもを討ち取れ。豚の手下など面白くなかろう。俺と来るがいthank you.
黙れ。大あだで返しおって、わしがこの手で八つ裂きにしてくれるわ。おれ裏切り者どもめ、わしの野望が朱地にくりんが。光沢殿は手遅れだったらしい。まあ反逆者だけでも始末しておくか。すでに長安の包囲は完了している。あとはさっさと終わらせるだけだ。宝剣様、ここを脱出しましょう。董卓は倒せました。これ以上は包囲を突破するぞ。助かったぞ。だがわしがいては足かせか。ならばここはしばし身を隠すとしよう。また秘密の兵器の出番だ。トラがいるぞ。これじゃ兵器なんて操作してらんねえ。トラが相手じゃ策も片なしだ。呂布もなかなかやりてる。どうしてトラがこんなところでじっとしてられんか。これは参った。まさかトラを使って伏兵を暴き出すとは。
生様、私は戻ります。父はきっとまだ長安に。えい、なぜ俺が長安を追われねばならん。俺は帝のために董卓を討ったのだぞ。宦官も董卓も俺を追った奴らも皆同じか。俺は必ず戻ってくるぞ。いつか長安に戻り、やらん奴らを叩き潰してやる。本船様。な？朝鮮、無事だったか。はい、父も。私はこれから父が安らかに過ごせる地を探します。父ももう長安にはいられませんので。ですが必ず戻ってまいります。宝仙様のもとへ。それまでどうかご無事で。わかった。